改めましてこんばんは。今日は本当に寒い中、クリスマスコンサートにおいでいただきましてどうもありがとうございます。ドラムの森さんと、河野で、はい、河野森です。はい、よろしくお願いします。はい、で今日はなんか、ね、今年一番寒くなる日だっていうんで、まあ、ちょっとびっくりしてて、あの本当に雪が降るのかなと心配してたんですけども、あの演奏してたら暑くて T シャツになっちゃいました、ピアノ弾くのってね、実は肉体労働なんですが、はい、で弾いてるともどんどん暑くなってきましてね、はい、で森さんにも脱いだらって言ってるんですけど、まあ、まだ来てますけど、そのうち脱ぎかもしれませんけど、そう、まあ、女性じゃないからダメちゃうかそういうもんじゃない、はい、で、あの、まあ、日本というか北半球はね、あのこの寒いんですけど、南半球行くと暑いんですよね。で森さんと最初に一緒に演奏したとか行ったところが、実はあの南アフリカ共和国というところで、はい、そこは今夏なんですね、はい、だから本当に地球ってね一つなんですけど、本当にいろいろあるんだなと思ったんです。でそのアフリカの出会いから、うん、今日あのチケットをたくさん売ってくださった、浜口さんと、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます、一緒に南アフリカ、浜口さんとは2回行きましたもんね、はい、それで僕は東京に住んでたんですけれどもね、あの関西来るといつも浜口さんに泊めていただきましてね、はい、本当にもう30年ですかね、ね、本当に長くお世話になってて、いつもあの関西来ると伊丹に来るのがなんか自分のね、あの田舎って感じで来てまして、はい、で最近あのやっとここであの京都に引っ越してきたんでね、はい、時々あのライブができることを嬉しく思ってやってるんです。ところがね、あのいつも人が来ないんですよねえ、でなんかだんだん少なくなっていくみたいなそしたらね、浜口さんがおっしゃってくださるんです、いっぱいにしようってもうすごい力強い言葉で、あのチケットを皆さんにね、あの配るというか、なんか買っていただくようにしてくださってね、今日こんなあの素晴らしいクラシックのコンサートができることをなんかすごく嬉しく思います。一生懸命演奏しようと思いますので、はい、よろしくお願いしますで今度はね、そのアフリカの、クリスマスを即興演奏にしてみようと思って、アフリカの楽器を、何でしたっけ、ムビラ、はい、これを使って、あの熱い、はい、アフリカのクリスマスを思い出していただければと思います。
ありがとうございました、アフリカのクリスマス、今日はあのライブ配信っていうのをしてるんです。ここで YouTube の、はい、それであのアフリカにいる孫が見てくれてるから、はい、あのさっきの楽器がありましたね、あれ、ウンビラ、あれができたとこが ジンバブエって言うんです今そこにいるんですはい、今暑いそうです。だから本当になんか、ね、このインターネットってね、本当に不思議なもので、本当に地球の反対側を置いてるのにね、なんかできていいなと思います。でなんでアフリカに、ね、孫がいるかというと、あの娘がね、あの結あ一応結婚したんですけど、彼があのジンバブエ人だったんですはい、でまあ、僕はとっても嬉しいんですけど、それが、まあ、あの森さんや浜口さんと行った南アフリカへ、あの最初に行った時に一緒に行ったんですけど、その後毎年実は南アフリカへピアノを送っていたんです。あ、日本ではねピアノが600万台あるんですけども、450万台が眠ってるんです。それでそういうピアノもったいないからね、そういうものを使ってあげようということをしてて、で日本で使わなくても、まあ、外国でも使ってればいいんじゃないかと、それであの南アフリカへピアノを毎年持って行ってたんです。はい、それであの娘もね、ちょうど中学校の頃だったんですけど、あの娘にもね、なんか世界を見てほしいなと思って、あの南アフリカへ連れて行ったら、そこにはまっちゃいましてそれであの黒人たち そのコミュニティが、なんかそういうところに入りたいという彼女の願望が、そのまま大人になってもありまして、そのままついにそっちへ行っちゃいましたというか、まあ自分もそのうちそっちへ行くんじゃないかと今思っておりますみんなそっちで、まあ黒人ってね、あのまあ普通にみんな感じられるんですけど、でも日本の国ってね、結構人種差別の好きなとこでね、黒人がいるとなかなかおしゃべりをしてくれないとか、うん、あとはねブラック企業なんて最近言いますね、ブラック企業うん、黒の企業は悪いんだってひどいですね。それがみんなリベラルの人もみんな言うんですよ。だからやめてって、うちの孫ブラックだからって嫌ですよね、うん、でも平気でそういうことを言ってしまうんでね、できたらやめてほしいなと思います。で黒い人も僕たち黄色人種も白人の人もみんな一緒ですよね、うん、だから一緒になればいいなと思ってね、あの世界中で演奏しております。日本の大好きな曲あ、ご存知ですか。あ、よかった赤白黄色、どの花見ても綺麗だな、チューリップもいろいろあって綺麗だし、人間も本当にいろんな人がいていいなと、はい、で宗教もいろいろあって、みんなが仲良くできる、これはとっても素晴らしい曲だと思ってるんで、いつもやっております。ぜひ一緒に歌ってください。さあ、それではチューリップです。Thank you.
ました。どの花見ても綺麗だなと、いろんなチューリップが出てきましたけど、はい、あのチューリップの曲がねちょうどあの12小節あるんです。でこれがねジャズで演奏しますね。ジャズでねみんなあんまり聞く機会が少ないと思うんですけど、ジャズの中でブルースっていう形式があるんです。でこれがちょうど12小節なんです。はい、でジャズのブルースのコード進行というのがありまして、はい、で このコード進行に今あのチューリップをぴったり当てはまるんですね。はい、で最初に2回テーマやりましたね。で2回テーマをやってからその後そのブルースコードにのっとってアドリブをするわけですね。で最後にもう1回2回テーマをやりましたね。これはジャズのブルースなんです。だから皆さんは今ジャズのブルースを歌われたわけです。ブルース進化。そうなんです。かっこいいでしょ。ジャズって簡単でしょ。そうなんです。だからそんな風にしてね、なんかジャズってなんか難しいなと分からへんなっていう人いるんですけど、分かる必要ちっともないんです。自分が面白かったか面白くなかったか、それだけなんですね。はい、で音も変えちゃいました。ミの音半を下げてたんですけど、これねブルーノートって音なんです。ジャズの演奏で使うね、こうやって変えるんです。でも僕はこれがかっこいいなと思って実は弾いてるんですけど、ある小学校でやりましたらね、先生がおっしゃいました。音違えたら教育上良くないって言われました。まあびっくりしましてね、私の国はあの自由の国です。音楽は自由なんですね。うん、だから自由にやれば音楽って楽しいのに、ピアノも自由に弾かせてくれない。僕は肘打ちしたりグーもやります。あんなことしたら怒られるんですね。そうしたらピアノ弾かなくなっちゃうんですよ。なんでグーじゃダメなの、誰も決めてないですよね。肘打ちしたらどうしてダメなのって。そうなんです。なんか、社会のことってね、なんか大人になっていく間に当たり前とかね、なんかこれが普通とかって変なこと実はたくさんあるんですね。だからぜひみんなでこう考えていかなきゃいけないかなって思っております。で僕が音楽を好きになったきっかけはあの不良の楽器からです。エレキギターです。ちょうど小学校6年生の頃にねエレキギターが入って、それがかっこいいなと思って、兄貴と2人でエレキギター買ったんですけど、周りの大人の人が言いました。エレキギターは不良や。エレキギターは楽器ですから不良になれないんですよ。ねえ、面白いね大人の人って。エレキギターは不良やって、違う、エレキギターをやってた人で不良がいらっしゃったと。はい、でもピアノを弾いてたかて不良はいらっしゃいます。そうですよね。楽器で人を決めないでほしいなって実は思うんですね。でもそんなことであの音楽好きになってとってもよかったなと思います。で音楽は本当に世界中で、みんながあの楽しめる素敵な平和 あのメッセージを伝えてくれるものと思います。じゃあ今度はそのクリスマスで、キリスト様が生まれたところベツレヘム行ったことある人、あ、いませんか。あ、僕ベツレヘム行ってきました。実は日本で余ってるピアノをベツレヘムに持って行ってきたんです。はい、でそこであのコンサートしたんですけども、その時にねあのその不良の音楽を演奏しましたら、あの歌ってくださいました。じゃあ、昔不良で今世界中の人があの知ってます。イエスタデイを。Thank you.
ながっているよ。あなたの夢に向かって果てしなく平和を抱いてみんなで歩いてゆくよ。心開いたらほら聞こえる美しい調べ見えてくるみんなの笑顔尽きない希望の想い。 We are the one, we are the children。 心と心の響き合わせて分かち合い刺さって合う命奏でてゆく心のハーモニー。
ありがとうございました。ドラム森沙央、ピアノ河野康弘、ポン森でした。じゃあここで休憩をして、はい、その後あの皆さんと一緒にねセッションをやりたいと思います。はい、はい。